ライトから杉山打ってブロックアウトになりました。まずポイント日本が先制につなぐという形ができました。見事なサーブが出ました。杉山連続ポイントできましたよ、すごいですね今のは。もうコースもスピードももう申し分ないですね、そうですね、太陽党のサーブです。杉山強烈に決めました。高い打点の杉山マルコス、8対5と日本3点リードでファーストテクニカルタイムアウトです。さあ進んだ決勝戦です。バックアタックを止めた、止めました杉山、一枚でよく止めましたね今のも、今のタイミングも。16対9と日本が第1セット大きくリードしています。斉藤のサーブでゲームが再開されます。さあ止めるか、拾います。友永上げてバックアタック決めました。杉山マルコスが飛びました、まあ、この杉山もこのアジア選手権、はい、アジアのメンバーの中にあったらやはり非常に目立つと言いましょうか。そうですね、この跳躍力ですね。やはり彼の跳躍力はアジアの中でももう友永君も成長しましたねこの大会で。ああそうですか、今のもですね、うまく今までずっとセンターを使ってて、そこで、いきなり時間差やっぱり上げられると、はい、ブロッカー陣からするとどっちが上げるか、確かにそういった意味での焦りは感じられます。中国です。あ、拾ってつないで斉藤が上げて打っていって決めました。日本ポイント3点目。言わない部分でしょうけど、ね、いやむなしという感じですかね、ポイント中国で5点目、6対5になっています。上げて杉山打ちました、決まりました日本7対5です。まあ、中国は第1セットはもう序盤から2分と声をかけるという姿が続きますね。ここをいかに我慢できるかっていう風なところじゃないでしょうかね。そうですかね、はい、第2セットは一進一退の攻防になりました。押し込んでいきました山村です。ポイント日本12点目。いやこの緊張してる部分でよくあそこにセンターに上げますね田君もここから、はい、よっぽど信用してないとあそこにやっぱり上げられないですね。確かにそういったことも今センターと、はい、杉山打った。やはりこういった形で杉山が打ち始めると日本もリズムがついてますかね。そうですね、やはりまあ、サーブレシーブがしっかりと返してあれだけ早い攻撃を杉山君とあと柏川君が、打ってくれるっていう風な形になれば自分たちの、まあ、2大会連続でアジア選手権の決勝に進んできています。いいサーブを打ってきました。日本も懸命に拾います。バックアタック、おー決めました杉山。今一つ吠えました。そして荻野と力強く抱き合っています。今のはよく打ちましたね。あの体勢12です。時間をためを作ります。越川のジャンプサーブ丁寧に拾う中国、打ち込んで拾った、つなぎました。杉山が打って決めた。杉山が決めました。超えました杉山マルコス。気合入ってますね最後の最後まで。今もこれ十分の立ちじゃないですよね、そうですね、もう本当にブロ自分がブロックにフォアワンプレーで決めるか。上げて越川打って決めました。越川で決めました。日本勝ちました。95年以来10年ぶり6回目のアジアチャンピオン、上田監督が泣いています。上田監督の目から涙がこぼれます。日本やりました。杉山マルコスも今最後決めました。越川、あ、またその選手の輪ができまして、これは胴上げですかね。あ、上田監督呼ばれました。さあ胴上げです。胴上げが始まりました。タイのスパンブリーでアジアチャンピオンの日本、上田監督の胴上げです。そしてさらに勝ち時を上げる日本です。今のまんまじゃダメだよっていうふうなことを多分練習の時から一生懸命やってると思いますので、それを若い子たちがいい形で引き継いでいくっていうふうな形がだんだんとできつつあるんじゃないでしょうかね。なるほどね、はい、その北京を目指す21歳の越川です。そして MVP には杉山マルコスが選ばれました。素晴らしい試合をしましたんでね、本当に彼自身がチームを引っ張ってきたっていう風なところもありますんで、やはりそこら辺がいい形で評価していただけたんじゃないでしょうかね。そうですかね、はい、まあ、日本はこの一番の味はどうですか。言葉はない。今ちょっと難しい。言い合わせない。楽しいだけ、楽しいだけ。このカップの重み、どんな気持ちですか今カップを持って。
これは僕じゃない、チームは MVP だけど、チームコーチもスタッフもみんな MVP、 僕じゃない。監督と言い合うこともありました。でも今優勝してみてやっぱ仲間っていいなと思いますか？最後の最後まで頑張るよ。みんなはファイトする、ね、あの合宿から例えば 5ヶ月ぐらいで、それみんな中のことにベストを作っている。それで今日はおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最後カメラにコメントお願いします。日本は一番です。